はい、今回の動画は Excel で数値データの傾向を見た目的に分かりやすくするには カラースケールが便利でですよとということで例えばね今回のねこういった表ですけども前年とのですね売り上げのですね数値の差をですね表示していて、まあ、前年と比べてですねプラスの数値もあればマイナスの数値もあったりとかしてもちろんねこの数値を見ていけばですねプラスなのかマイナスなのかっていうのは分かるんですけどもこの表をパッと見の見た目でですねどこがプラスになっていてどこがマイナスなのかっていうのを分かりやすくするために Excel のですね条件付き書式の中にカラースケールというのがあってこれを使うことによってですねこの表をパッ ととととねねででですすすすすプラススマイナスというこころがが、ね、かりやすくすることができますそれでは早速やってみたいと思うんですけどもまずはねその条件付き書式をね設定したい範囲を選択をしてもらって次にホームタブの中にあるスタイルというところにこの条件付き書式という項目がありますんでこちらをクリックします。 はい、そうするとこの中にカラースケールっていう項目があってこちらにマウスのポイントを持っていくとねこの右側にこのカラースケールのねいろんなものが出てきますんで、まあ、これは色の違いになりますんで、まあ、ご自身がですね見やすいね色のやつを選択をしてくださいじゃ今回この青白赤のカラースケールっていうところを選択をします はい。そうすると、こういった形で、今回で言うと、プラスが大きいところがですね、より濃い青の色になって、まあ徐々にですね、薄いね、青になっていて、まあマイナスになっていくにつれてですね、色が赤の色になっていて、まあ大きいマイナスのところはですね、濃い赤になるというような形でですね、自動的に色がついたので、全く何もない表よりはですね、このパッと見でですね、まあどこが大きくプラスになっていて、まあどこがマイナスなのかっていうのがですね、すごくわかりやすくなると思います。 はい、といったことで今回の動画では Excel のカラースケールの機能をご紹介しましたけどもこういった数値データの、ね、傾向ですね、まあ、プラスになっているとかマイナスになっているとかっていうのをですね分かりやすくするためにですねすごく便利な機能なのでうまく活用してもらえるといいんじゃないかなと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました